シャー速一戦、皆さんこんにちは、高橋です。はい、今回はですね、いよいよ明日オンラインのセミナー、本当の伸び合い積み合いっていう内容についてご紹介をしたいと思うんですけども、究極の伸び合い積み合いの状態、総部の爪っていう状態をですね、解剖学の図を使ってご紹介したいと思います。はい、弓道の世界はですね、弓道教本一巻に五分の爪っていう言葉があります。五分の爪、これは弓を引いてですね、左手と左肩と胸の筋肉と右の肩と右肘、はい、ここの5つの部分が詰め合うという状態のことを詰め合いというふうに呼んでおります。はい、でこの詰め合いなんですけども、伸び合いと詰め合いって弓道の世界あると思うんですが、まあほとんどの弓道の世界の先生はですね、筋肉を締めることを詰め合いっていうふうに言うんですね。違うんですね。伸びている一番胸の筋肉を伸ばします、一番肘周りの筋肉を伸ばします、一番左手の筋肉を弱します。そこに弓の圧力がかかれば詰まりますよね。弓の圧力を詰めることを詰め合いです。つまり伸ばすことです。だからこの言葉をもっての通り、まあ弓道の世界にはですね、伸び合いしかないんですよ。私たちができることは伸び合うことしかできないです。伸び合っている体に弓を詰めることが詰め合いと伸び合いなんですね。だ、自分から筋肉縮めて自分の体の中で詰めることと伸びることはできません。はい、弓道の世界でね、伸び合い詰め合いとかって言ってね、こうやるんや詰めるんやとかって言って、一回詰まっちゃったらもうそこの部位に伸びが生まれることはそんなありえません。筋肉の解剖的にありえません。筋肉縮んだらどっかが伸びるっていうのは拮抗関係っていうのがあるんですけど、弓の圧力って全部力むんで、そんなことないです。はい、まあそういうことを言ってる講談社の先生がいたら、まあそれは講談社は間違ってると思ってください。はい、だから腕の筋肉をこうやってずっとこう本当に伸ばすんですよ。伸ばそうじゃなくて、こう体の中心から伸ばそうと、この緩んでるところに身の圧力がガンってかかる、こういうのを五分の爪、はい、伸びている筋肉のところに弓の圧力を詰めることを爪っていうんですね。だから五分の爪。ただ、この五分の爪は弓道教本に書いてあると思うんですが、弓道教本2巻とか3巻読むとですね、まあ、あるいはですね、古くの文献読むとですね、総部の爪っていうのがあるんですよ。この総部の爪っていうのは、あと腰の筋肉と足の筋肉も、詰まる感覚を得る。つまり腕だけじゃなくて足の筋肉もですね、伸ばして、その足の筋肉にも弓の圧力がかかるように、その弓を引いていくっていうことをやります。はい、これはですね、どういうふうにやるとそんなことができるのかって言ったらですね、まあ簡単です。はい、明日のセミナーではですね、これをやってもらってですね、最後皆さんに足の筋肉も腕の筋肉も弓を開いた時にグーンと伸びていく感覚って出てもらうんですけど、はい、人の体、背骨ってこういうふうにできますね。 S 字腕できてますね。はい、ここに背中の筋肉はあります。はい、ここに胸の筋肉はあります。はい、ここの胸の筋肉をグーンと伸ばします。はい、ここの背骨の筋肉グーンと伸ばします。はい、ここを伸ばして、はい、ここを伸ばしたら、胸が伸びたら胸の中心から腕って始まっているので、腕の筋肉がガーンってこう伸びるわけですね。ほんで、その次に、ここ股関節、はい、背中の筋肉、はい、こうグッとね、背中の筋肉をグッと縮めてですね、まあこういう風にですね、反り腰にするんじゃなくて、ここをグーンと緩めたらですね、股関節が下に沈むわけですね。で、股関節から足って始まってるんで、足の筋肉がグーンと伸びるわけです。こういう風にですね、つまりはですね、背中のお腹の筋肉、胸の筋肉、背中の筋肉、ここ全部ですね、上下にグーンと伸ばしてあげると、次に腕が伸びるわけですよ。はい。みんなね、この縦方向の背中の伸ばし方って分かってないんですよね。よく弓道の先生がですね、縦の線伸ばして縦の線伸ばしてって言ったらね、急に胸の筋肉をグッと持ち上げるんですよね。胸の筋肉は持ち上げてはいけません。はい、ダメです。胸の筋肉持ち上げたら背中の筋肉縮んじゃうんで、それはね、伸びてるんじゃないんですよ。縮めてるんですよ。縮め合いと詰め合いなんですよ。弓道の世界でやってる伸び合い詰め合いは、伸び合い詰め合いではなくて縮め合いと詰め合いなんです。だからもう最悪なんですね。そんなこんなことやったら、背中縮むし、弓の圧力は前側にかかって、胸も縮むし、縮み合いなんですよ。縮み合いで縮み困ってるところをなんかこうグッと伸ばして伸びる感覚を作ってあげる。いや、伸びれてないんですよ。それは本当の伸び合いではありません。はい、で本当の伸び合いっていうのは全身の筋肉、特に背骨24個あると思うんですけど、はい、背中の筋肉も緩めてあげる、胸の筋肉も緩めてあげる、胸椎とこの腰椎の部分をこうフレキシブルにね、動かしやすい状態を作ってあげるっていうことなんですね。はい、そうすると、はい、こういうふうに背中の筋肉も、足の筋肉も腕の筋肉も伸びますが、しかしですね、この胸の筋肉も股関節の筋肉も、まあ、伸ばしますよね。そう、足の筋肉伸びるじゃないですか。そうするとなんか、それでいいんじゃないの？
そうするとなんか良さそうな感じがするなっていうふうに思うんですが、実はまだ足りないんです。まだ足りません。どうしてかっていうと、この胸の筋肉と腰の筋肉、股関節の筋肉を伸ばすためには、背骨が伸びれば伸びるほど胸と股関節が動くようになるんですよ。つまり背骨をですね、めっちゃ伸ばさないと背骨をですね、めっちゃ伸ばさないといけないです。つまり緩めただけではなくダメで、緩めた背骨をさらに伸ばさないといけないですね。で、この伸ばす方法は、まずお腹の重心をグッと伸ばすことと、この頭蓋骨と背骨がこうつながってるんですけど、ここをこうグッと縮まってるんじゃなくて、ここスペース開けてこう緩めてあげる。つまりですね、ここの筋肉を緩めてあげることですね。それが骨盤底筋っていう筋肉があります。はい、このいわゆる正規とお尻ですね、お尻の間にある、股の付け根の部分、ここを緩めると落ちます。で、ここが落ちると股の付け根とおへその間が筋肉伸びます。はい、おへその間と筋肉が伸びると体重が伸びて、おへその筋肉からお腹の筋肉が伸びて、おへその筋肉からお腹の筋肉が伸びます。ここの股の間が緩んで、初めて本当に両足が踏ん張ることではなく伸び続けられる状態って言われます。逆にここが縮んでしまうとですね、骨盤の位置っていうか、その背骨の骨盤が下に落ちなくなるので、ここが縮むとね、上がっちゃうんです。上がると伸びは得られなくなるんです。足の筋肉、正確に言うとですね、太ももあたりは伸びる感覚は得られます。しかし太ももの付け根が伸びる感覚っていうのは得られないです。だから身を引いてるとですね、おのずと骨盤が動いてですね、胸が前に出たり肩が動いたりっていうことが起こります。だから本当に伸び得るか、リアルに筋肉を伸ばし続けられるかっていうと、これは伸ばし続けられません。正解はですね、この股関節の、股関節はお尻の付け、お尻周りにあるんですけども、そのお尻あるいはですね、自分の恥骨、この間を緩めて背骨を下のところから伸ばしてあげる、下に。で、それによって頭蓋骨こうやって固まってるのがこう伸びる。それで初めて胸の筋肉と股関節が伸ばし続けられる。僧部の爪の手前には僧部の伸びっていうのがあるわけです。この伸びた状態っていうのを作ってあげるとですね、弓はどんどん開けるということになっていきます。ただこの究極なる下位の状態って作り上げることは、今の現役の講談者絶対教えられません。その骨盤底筋の緩める方法、巷で、ね、骨盤底筋どうやって緩めるかなんてことをね、やってると思います。あれ全然意味ないですから。あんなんじゃ伸びません。無理ですから。そんなんじゃないです。もっと胸の筋肉や足の筋肉や背中の筋肉とか、ありとあらゆるところを、ちょっと特殊な伸ばし方しないとできないんですね。そういう内容をですね、オンラインのセミナーで私は教えていきますので、皆さんよろしければですね、明日のオンラインのセミナーで、本当に全身の筋肉をずっと伸ばし続けられる状態を作ります。以上です。ありがとうございました。